ロバート賞は、イギリスの俳優、作家、英国ランカシャー州ウェスト・ホートンで生まれる。父親は医師。幼い頃から文学や詩に親しむ一方、ラグビーやハンドボール、陸上競技に没頭するスポーツ少年でもあった。医師を志して、ケンブリッジ大学に進学するための小学生試験を受けているうちに、先にロンドンの王立演劇学校の小学生に合格した。 ジョン・ギール・グッドに指示して、演技を学ぶうちにその面白さに取りつかれ、卒業後は、由緒あるオールド・ビクザの団員となり、1949年に初舞台を踏む。その後、ロンドンやブロードウェイの劇場に出演する。舞台俳優としての道を歩み始める一方で、学校教師、スポーツライター、新聞書評論の担当記者など様々な職を経験。 少年時代から文学に親しんだこともあって、文筆業としての才能も発揮し始める。俳優としてより先に作家として有名になり、小説や戯曲は世界各国で出版され、戦場はどこだのように映画化された作品もある。1957年1951年のラベンダーヒルモブに警察官指揮官役で映画初出演した。しかし、 クレジットにも名前が載らないエキストラ程度の早くであった。1955年の赤月の出撃にリチャード・トッドを扮する主人公の爆撃隊副操縦士役で出演、本格的にデビューした。その後、1956年から英米で放映開始された海賊船サル・タナの主役に抜擢され、主人公キャプテン、ダンテンペストを演じて知名度が上がった。 映画での出世作は1963年の007ロシアより愛を込めて。この作品でショーはスペクターの殺しやドナルドレッド・グラント役を演じ、脚光を浴びる。1965年に出演したシネラマ大作バルジ大作戦ではヘンリー・ホンダ、ロバート・ライアン、ダナ・アンド・リウスといった名だたるハリウッドの大スターたちを向こうに回し、ドイツ軍戦車隊指揮官、 マルティン・ヘスラー大佐役を演じる。クレジットビリングではホンダに一歩譲ったが、実質的主演者として一役スターダムにのし上がった。1966年の我が命尽きるともでは、ヘンリー・パッセイ役の演技により、ゴールデングローブ賞とアカデミー助演団優勝にノミネートされ、演技派として地位を確立した。その後も誕生パーティー、 なだれ等の実験的移植作から、カスター将軍、空軍大戦略、スティング、ジョーズ、ブラックサンデー、ナバロンの嵐等といった対策話題作まで次々と出演。名実ともに名優として認識されるようになっていった。第48回アカデミー賞受賞式において、ウォルター・マッソー、ジョージ・シーガル、ゴールデ・ホーン、ジーン・ケリーらと共に司会を務めた。 この年の受賞式では司会進行は、リレー形式が取られ、ーはマッソーからバトンタッチされる形での登場だった。さらにショーからシーガルとホーンのコンビにバトンタッチ、最後はケリーが務めた。結婚は3回。2人目の妻、女優メアリー・ユーアと死別するなど悲劇にも見舞われたが、3人の妻との間に10人の子供を授かった。マーグロブソン監督によるアクション対策。 アバランチエクスプレス撮影終了直後の1978年8月28日、自宅のあるアイルランドの名誉圏ツアーメーカーディで車運転中に心臓発作を起こし死去、51歳という若さでの急世だった。キネマ旬法に各週で連載されていたアバランチエクスプレス撮影ルポは、ショーの休止を受け、1978年11月下旬号で、 追悼記事として撮影現場でのショーへのインタビューを中心に構成、掲載した。その中でショーは、インタビュアーの黒井和夫と戸田夏子に対し、今後しばらくは俳優活動を休止して、執筆活動に専念するつもりだと意欲的に語り、構想中の小説についても触れていたが、その詩によって作品が書かれる機会は失われてしまった。日本語吹き替えにおいて、 ショーを専門に担当していた、特定の声優はいなかったが、内見賢治、穂住隆信、井上隆夫、森川君也等が、複数の作品で担当した。ありがとうございます。